相変わらず金庫は開けられないんですね。この建物にいる中でもう一回レベル上がってくれればなんとかなったかもわからないですけど。とりあえずあのロボット君がいれば多少の戦闘は彼に任せても問題なさそうですね。まあそのためのロボットなので、食料は積極的に拾う。スイカちゃん、これで育てられる作物がまた増えましたね。何の抵抗もなく投げましたね。いやもうさすがにあいつらとはもう近くで戦いたくなくて。拾えるものは何でもなるべく拾うようにして、その方が戦前の金どいて、我々の仲間がどうやらここまで来てやられたみたいですね。このお店はこんなもんですかね。しかも見に行きましたし、あ、
搬入口がなんとかって言ってましたね。異常なし。入ったら危険的な。よかったじゃん。エマのホロテープ。エマちゃん。ジョジは何してるの？もう1時間以上経ったけど、早くここから立ち去らないと。もうコンコードにいるはずだと奴らは思ってる。ジョジが急いでくれれば間に合うかもしれない。全滅しちゃったみたいですね。さあ、たくさんガラクタを持って帰ってきたんだ。ここにでっかく建物を構えようと思います。 Beautiful。 大丈夫かな。あのですね、家を、まあ、ちゃんと建てたということなんで、まあ、お披露目していこうかなって思ってます。あれ、こいつ川に落としたのに復活してるな。まあいいでしょう。では皆さんにやっとお披露目しますよ、家を。まず入り口から、まあ、ちょっと見えちゃいましたね。見えちゃったんでちょっとカットします。多分、まあ、ここ何の変哲もない入り口のように見えるんですが、まあ、まだまだ材料が足りないということなので、まあ、途中までやってあるんですね。ここもともとこういう壁なかったんですけど、つけることでもう入れないように、一回川の方からくるっていかないと今入れないんですが、まあそこ入ると漏れなく敵だと銃で撃たれてしまいます。そしてですね、ちょっといいところ、ここなんですよ。ここのシャッターを下ろしてしまうとですね、向こう側からは、まあ、正面突破はできなくなってしまうっていう感じですね。まあ、資源があれば向こうの辺りもずっとぐるっと回っていって囲んでしまうと思ってるんですが、まあ、まだまだ至らなくてですね。あれ、なんで絨毯こんなところに。それでですね、お家の方なんですが、結構歩くんですよ。そしてドン、もともとがですね、こういう普通の民家だったんですが、あれになりました。相変わらずですね、こちらのお家が村人の皆さんが夜を過ごすお部屋なんですよ。そしてこちらがショマッチハウスということで、
あそこにも機銃があるんですけど、敵が近づくとあれが撃ってくれるんですね。それをあと3箇所セットできるようにしてありますね。まあ、下はあんまりいじってないんですよ。こっちに変な入り口作って、まあ、ここは、まあ、いずれダウンロードコンテンツでロボット作るとか言ってたんで、まあ、この辺にロボットを格納しようかなと。とですね、この辺にあった機材はなるべく上の方に持ってってしまってですね、この辺りは何もいじってないんですよね。まあ、食料の確保ということでこの辺で農業もやるようになりました。トマトだとかスイカ、ここ人参があるんですよ。ちゃんと育ってるようだ。しまっち。これがですね、他の町から村人を呼ぶ募集ビーコン、募集無線ビーコンっていうやつですね。このスイッチを入れたり消したりすると装備を取引したい、変わるっていう。おしゃべりしたいように見える。でですね、まあ、外観は基本的にコンクリートで固めたんですが、まあ、まずこの初期段階でコンクリートをこれぐらい手に入れるっていうのも相当苦労したんですが、まあ、そこもあえてカットしておきました。でここにバスを乗せたりだとか、まあ、バスの中はまだ空なんですけど電気つけたりね、まあ、いずれここは自分の部屋にしようかなって感じですね。今階段で登ってきたんですけど、ここなんとちょっと頑張ったんですよ。これいけるか。ダメだ。すごくないですかこれ。エレベーターなんですよ。ちゃんとここにも行けないように落ちないようにして、でこの向こうに発電機があるんですかね。そこの発電機って孤立してんのかな。ちょっと繋がってないような気がするんですが、まあいいでしょう。そしてこちらぐるっと回ってこの階段を登っていくとですね、シュマッチのアジトになっております。でここのスイッチを切ると外側からは開けられない扉になるんですね。ちょっと難点なのは片側からしか開けられないっていう恐ろしいところですかね。まああとはここで甘って言っても何もすることないんですけど、服着てないんで、でここで回復薬とか、まあ、麻薬作ったり、ここで武器を改造したり料理をしたり、あとこちらはなんか剥製ということだったんで置いてみたんですけど、なんかテカってて気持ち悪くないですか。これがですね、除染アーチと呼ばれるもので放射能を除染する装置なんですよ。いや本来これってこの段階じゃ手に入らなかったりするんですけど、作りました。頑張って。でも裸っていうことだけでもかなりハンデなんで、これを作ることでかなり楽ができるんじゃないかと。家に帰ってくればとりあえず放射能は除染できる。まあ、どのゲームでもそうなんですけど、僕結構一つをすごい努力して他の部分を楽にできるようにするっていうスタイルを取ることが多くてですね、まあ、
主に力を入れるのが車だったり、あと家のアップグレードとかにもうめちゃくちゃ力を入れて後で楽しちゃおうっていう、そこに重点を置くんですね。ま、家の紹介はそんな感じです。なんだこれ、そういう感じです。